ボージャン・クルキッチ、ボージャン・クルキッチ、ペレス、ボージャン・キルキーチ・ペレス。1990年8月28日体は、スペイン・カタルーニャ州、リエイダ・県リニョーラ出身のサッカー選手。ストーク所族。ポジションは、FW、ボージャンの他にボヤンとも表記されるが、出身地のカタルーニャ地方では、ボージャンという発音が、最も近い。同名の父。 ボージャンクルキッチは1980年代にレッドスターベオグラードでプレーしたセルビア人の元サッカー選手で、現在は FC バルセロナのスカウトを務める。母はスペイン人、カタルーニャ人の看護師。そのためカタルーニャ代表としてもプレーする。幼少の頃に名門 FC バルセロナに入団し、カンテラの各カテゴリの得点記録を軒並み塗り替え、 バルセロナの若手有望株と期待された。特に2006年に昇格した、セカンドチームであるバルセロナ B では、センターフォワードのレギュラーポジションに定着し、22試合で10ゴールと、ジョバニドス・サントスらと共に、オフェンスの中心になる活躍を見せるなど、カンテラ通算7年間、1999年から2006年で900点以上を挙げた。この活躍が評価され、 2007から08シーズンからは、わずか16歳にして、ドスサントスと共にトップチームへの昇格し、直後のプレシーズンマッチ第2戦のハーツ戦にて、得点に絡む活躍を見せている。リーガエスパニョーラでデビューを果たしたのは2007年9月16日のリーガ第3節 c a をサスナ戦であり、17歳と18日という若さでのデビューとなった。また、 その3日後の9月19日に行われたオリンピックリオン戦で UEFA チャンピオンズリーグのデビューを果たした。そして、それから1ヶ月後の10月20日、リーガー第8節ビジャレアル c f 戦で得点を挙げて、クラブ最年少得点記録を更新した。この初ゴールのアシストは、それまでの記録保持者であるリオネル・メッシュであった。この2007から08シーズンでは、 リーガデビューからコンスタントに試合に出場し、リーガ10ゴールを挙げるなど、トップチームに定着するに至りた。これは同じく17歳でデビューしたラウル・ゴンサレスの9ゴールを抜きリーガエスパニョーラの新人記録となった。なお、デビュー時点では、スペインの労働法により18歳未満とは、プロ契約を結べなかったため、バルセロナとプロ契約をしていなかった。このため、 マンチェスターユナイテッドやアーセナル、チェルシーといったイングランドのクラブがボージャンを獲得しようとしたが、本人はバルセロナを離れるつもりはないと明言し、最終的には18歳になった直後にバルセロナとプロ契約を結んだ。2008から09シーズンからセバンゴを移籍したジャン・ルカザンブロッタがつけていた11に変更した。 スペイン代表としては2008年2月のフランスの親善試合で初めて招集され、代表の最年少出場記録を塗り替えることが期待されたものの、体調を崩したため出場することはなかった。その後、2008年9月10日の 2010FIFA ワールドカップ予選のアルメニア戦で代表デビューを果たした。2010から11シーズンから、 背番号を移籍したズラタン・イブラヒモビッチが付けていた、急に変更した。2010年12月には、FC バルセロナとの契約を2015年まで延長。契約解除金はそれまでの8000万ユーロから増額され、1億ユーロに設定された。2011年3月リーガ・エスパニョーラ第29節、ヘタフェ戦で、 クラブ史上最年少でリーが100試合出場を遂げ、本当に素晴らしい夜だった。僕にとっても、チームにとっても、このような試合は必要だったんだ。ピッチに立てて、それもゴールを決められて嬉しいよ。100試合出場だって気づいた時は、鳥肌が立ったんだ。それもバルサでの100試合出場。これまでやってきた自分の仕事を、とても誇らしく思っている。 これだけ早く100試合出場を達成できたのはサポーターのおかげだ。いつもファンから愛されていると感じてきたし、そのことが僕に戦い続ける力を与えてくれているんだとコメントした。2011年7月22日、出場機会を求めて、ルイス・エンリケ率いる AS ローマに1200万ユーロで移籍。なお、この移籍契約には2012から13、シーズン終了後に、 FC バルセロナが1300万ユーロで義務的買い戻しを行する条項が含まれている。この買い戻しはエースローマによって阻止することは可能だが、その場合は移籍金の総額が4000万ユーロへと増額される。10月1日、アタランタ BC 戦においてダニエレ・デロッシからのアシストで移籍後初ゴールを記録した。2012年8月30日。 エースローマから AC ミランにレンタル遺跡。1シーズンのこのレンタル遺跡に関して、ローマとバルセロナの間の前述の契約内容に影響はない旨。レンタル発表時に FC バルセロナは公式サイトで伝えている。2013年7月にバルセロナへ復帰し、同月6日にアヤックスへ1年間のレンタルで加入した。2014年7月22日。 ストークシティ FC に4年契約で移籍した。8月16日のアストンビラ戦でプレミアリーグデビューを果たし、11月9日のトッテナムホットスパー戦では初ゴールを挙げた。2015から16シーズンには前半戦、終了時点で5得点を記録するなど、好調さを見せ、2016年2月11日には契約を2020年まで延長した。しかし、 翌2016から17シーズンには出場機会が減少し、半年で9試合の出に終わった。2017年1月30日、1、FSV マインツレーゴに半年間の期限付き遺跡で加入した。2017年8月31日、デポルティーボ・アラベスに1年間のレンタルで遺跡した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。